皆さんこんにちは、ピアニストの森本舞です。今日はバッハについて取り上げたいと思います。バッハはご質問で多く上がってきた作曲家です。で、まずこの解説をする前に注意点をお伝えしておきたいと思います。まずバッハは、まあ、簡単なところからインベーション、シンフォニア、平均率、フランス組曲などたくさん曲はありますが、 曲によって、あとセーブ、あの4世だったり3世だったり2世、ね、5世6世の曲もありますので曲によって違うので今からお伝えすることは基礎でありこれが全て当てはまるこれがこれだけ分かっていれば大丈夫というのことでは全くないのでそこはご注意をッケーですかでは、 と始めていいいきたいと思いますまず一つ目バッハの時代はこのピアノで弾いていたわけではないんです。何で弾いていてましたかそうチェンバロですでチェンバロというのは今このピアノはピアノフォルテといってチェンバロとまあ見た目はまあスケートは似ているんですけれども実は 音の出し方は違うんです。音の出し方がどう違うか、ものすごく簡単に言うと。今現代のこのピアノは。ハンマーが弦をこう叩く。もうそれこそ打楽器みたいに叩いたことによって。その弦の振動で音が鳴るんですね。でもチェンバロは。えっと引っ掻くんで。 こうやって弦があったらこのひっかくこれはガキンコキンってひっかくだから音がねすぐ切れてしまうんですね。なぜならやっぱりその音を鳴らすっていうもうその仕組みが違うから。ですのでバッハの時代バロック時代の作品を弾くときにはロマン派や近現代のような音の出し方とは少し違う。ななぜならそれが 気が違ったからということを。まず一番に頭に入れる必要があるんです。で、それが分かったら今から本当に基本的なことなんですが、演奏に関してえっ、ー、とね。今日は5つにする。5つのえっ、ー、と気をつけることっていうのを紹介したいと思います。で、もちろん一番最初冒頭に言ったように。 他にも曲によって違うので。少しずつ今後ね。あの、また解説を続けていきたいと思いますが。今日はまず、もうバッハの。初歩的なところ。ということで。勉強していてて、っていただけたらと思います。それでは、今日はね。だから、インメンションを取り上げていきます。では、バッハ。 バッハの超基本のところの一つ目いきますで1個目何がいいかなえっとねじゃあ16分音符から取り上げようか16分音符は皆さんバッハどう弾かれてますかレガートで弾いてるノンレガートで弾いてるで私の推奨するのはレガートとノンレガートの間ぐらいがいいと思いますこれねえっと先生によっ 皆さん結構演奏に違いが出るんですけれども私が推奨する理由はやはり冒頭にも言ったこのバッハの時代っていうのはチェンバロで弾いてるからだからこのピアノフォルテで弾くレガートは少しトゥーマッチな気がしますただなぜノンレガートとレガートの間がいいって言ってるかというとノンレガートで弾いてというとね 多くの方がねもはやスタッカートってていいうう感じに弾いてしまうからつまりノンレガートの定義のことをよく分かってなくてノンレガートは切るんでしょっていうなんか簡単な解釈のもとなんかこうもはやスタッカートですかっていうような演奏をしてほしくないからだからノンレガートとレガートの間って言ってる。でじゃあ例えばね レガートってどんな感じかっていうと例えば1番インベンションの1番やるとこんな感じだよね。こんな感じで、えっと、今回動画なのでどんどんもう結論からどんどん言うとレガートで弾くときに腕をね結構使う。 ババッハででははなない。い。ロック時代の演奏ではないだからこういうふうに弾いてる人は注意してで、うん、と本当に簡単に言うとえこんな言葉では正直のところ片付けたくないけど、まあ、簡単に言うとバッハはあんまり腕でレガートするとあよくないですので手のこの自分のこのね中に音を集めるような意識で あまり腕を腕ってこの全体ねをこうこう動かさずこの手の中に音を集めるように手がねなんかねえっ、ー、と形がこう整ってるような形なんかこう騒がない感じで弾くこれが手の形としてはいいですで次にノンレガートとレガートの間っていうのはノンレガートっていうのは音と音の間を 伸ばすわけではなく間が切れてるだけスタッカートは音と音があったらこれがピッピッってなるわけだから音は普通に伸びてる音の十分の長さはあるんだけどこことここの間が切れてるっていうそのノンレガートの定義を間違わずにノンレガートとレガートの間ぐらいで弾いてほしいですいい？じゃあちょっとやってみるねこんな感じ ある。右だけでいくとレガートがこんな感じ。ノンレガートがでその間がこういう感じ。でそのためにはやはり指先のコントロールが本当に大事になってくるんです。腕で弾かないからね。 では次は8分音符に行ってみましょうで次は8分音符ね基本の2つ目で8分音符っていうのがこれがね生徒さんの演奏を聞いててすっごくよく耳に私はつくんですけどこの例えばこの「インベーション」の1曲を通して8分音符って全てねノンレガートで弾くんだけれどもノンレガートで弾くのは、まあ、合ってるんだけれども。 音によってちょっと長かったり音によってちょっと短かったりするのねでそれが本当によくない全て統一された8分音符で弾くっていうのが、うん、バッハ演奏において本当にすごく大事。えっ、ー、と例えば「あモール」がいいな今撮影夜だから <laughs> もうモールがいいな、えーとね、13番このこれ。 例えばこれは16分音符でしょでそしたらドミソミはは8分音符だよねでもちろんこれをレガートで弾いてないっていうのは弾いてないノンレガートでそうすると例えば左手があるからあの右のことだけを考えれないっていうのは分かるんだけどね例えば「で」でで同じぐらいに弾いたら次はなんかやっけに「」 例えば一個だけ短かったり、最後のとかとか、全部今四つ八分部があったら、全部同じ長さじゃないとダメ。わかる？左も。オッケー。このポイントは相当大事です。気をつけて。で、このポイントを正しく弾くために。 具体的に何を気をつければいいかここ大事これは腕で切ると長さは変わってくる見ててよこういう風に弾く人いない腕で音の長さをつあの感じちゃダメバッハはだからこそちゃんと指先でトッティトッティ 音の長さをちゃんと指先で測るの。これが一番最初に言った。こうやって腕でこうやって弾かないっていうのにも通じるんですね。オッケー。えっと高低差ね。8番とかにね。f ドアで明るい曲。うん 感じの曲これいいよねでこういうところも例えばファラファドファファってこの高さが上がってくるでしょそれをさあもう前の動画でもちょっと、うん、触れたけれども同じ高さでずっと同じに弾くの良くないよねで特にあのバッハではねよくあるねえっと最後の終始が でソッソって降りることがよくあるのねあのー、本当にねバッハリねよくあるんだあ一番最初にえっ、ー、と1番でちょっと弾いたよねそういう例えば1番でも今分かった左手「シードレレ」って降りる。でこういう時も「シードレ,レ」って音は下がってるのに「 並列に弾くこういうことはバッハでは本当に良くないですなぜならバッハっていうのはフォルテとかピアノとかあるわけではなくて本当に音の音の高さ幅感ね低さ全てこの自然の音楽の方向性っていうのを分かって弾かなきゃいけないから音が下がってる音が開いてるのにそれを表現しないっていうのは本当にナンセンスだから、えっとバッハを弾くにあたって3つ目はその 音の高低差とか幅を気をつけるっていうのが大事ですね。で次4つ目4つ目は、えっと、バッハっていうのはやっぱり調をあの大切にしないといけないいいとけです調っていうのは例えば、えーとえーとえー、と今日今取り上げた曲だと1番だったらセールアだったりあとは、えー、と13番だったら三番だったら アーモールイだったりするよ、ね、でそういう中で、あのー、なぜその蝶を選んで、うん、と作曲しているかっていうところを本当にまに、あ、それはね平均率とかシンフォニアもそうなんだけども、えっと、勉強しないといけないね。で例えばもうこれ今一番簡単だから一番一番だと最初セー度ワで弾くとするとで今度は えっと、ゲイドゥアで終わるのね、えっと、例えばこの「」って始まるじゃんそしたら7小節には「」ってゲイドゥアになるそしたら「イドゥア」で弾いた時とゲイ「ゲイドゥア」で弾いた時ってじゃあ何が違うとかねあのまあもっと踏み込むと「まあ、セイドゥア」って私はあっらかんとしてるなっていうふうに感じてて「ゲイドゥア」の方が気品があるあの明るさだなとかね。 そういう感じで、あの、そういうことを、蝶のキャラクターを分かっていると。一つの曲でも、一応をした時曲、蝶が変わる時に。そのキャラクターを出していくっていうことは、とっても大切ですよね。そして、えっと、五つ目。これがバッハの一番大切なところになりますが。バッハというのは。 右と左がこうメロディーで伴奏という形ではなくてテーマがあってそれが右に出てきたり左に出てきたりでもっともっと3声4世5世6世ってなってくるとこの内声の部分で出てきたりしてうんとえっとみ右手がメロディーだから左手が小さくとかいうそういう概念ではないんですね。だから今日は超基本なので テーマを右手で弾いたとき、そしたら今度次左手でテーマが出たときは、右手と左手で弾いたテーマは同じクオリティで弾けなきゃいけない。そこにちょっとフォーカスしてお伝えしたいと思います。例えば右と左って聞き手もあるし、右の方が弾きやすかったりしますよね。だけど それって別にバッハの演奏をするにあたっては全く関係なくて右でででうううままくく弾弾けけててても左なないっていっのはダメなんですつまり例えば今ずっと一番ねやってるこのれこれこれの例えばあったらこれがメロディーこれがねテーマなんだけれどもでそうすると左も同じクオリティーで,で弾けなきゃダメ。 だからこういう時練習する時は同じ長だったら両手で弾いてもいいねこの感じ例えば右手がさちょっと大げさにやるけどって弾いてて左がとか「ショひょひょ」ってなってもダメだよねなぜなら右手は「ファーレミード」ってちゃんと弾いてるからそしたら左もちゃんと「ファーレミード」って「タタタタ」ってちゃんと弾くクリアに。 そういういいこととができないと、えっと、ダメつまりバッハっていうのは本当にあにこの8番もで今右手でで弾弾いいたら左だってで弾けないとダメねこれが例えば右手がまあまあマシっていう人はで弾けてるのに左手がで弱かったりあのクオリティが下がる音を出したらそれはバッハではないですよね。なぜなら同じテーマは同じクオリティで弾けなきゃいけないからね。 でこれがバッハの真骨頂っていうか一番難しいところまあ5個目に出したんですけれどもこれがとっても大切なところです。バッハの超基本5個お分かりいたただけたでしょうかえっと一つ一つの、えー、作品に対して説明するのがベストなんですけれどももしバッハのことがまだあんまり お分かりにならないという方にはあ、こういう考え方があるんだということをあの分かっていただける。きっかけになれば嬉しいです。で、またもちろん、もう平均律まで行っているフランス組曲まで行っているという方も。あの何て言うの？えっと基本に戻って、うんとバッハというところを勉強し、直すきっかけになっていただければとっても嬉しいです。 バッハは本当にアンプも難しいし、えっと、強弱もないしどのように弾いたらいいかわからないそして普通に弾いたらあ「それはバッハじゃないね」って言われたり普通に弾いてるつもりでもなんかロマン派っぽく聞こえるなって言われたり、えっと、いわゆるバッハ独特の演奏というのはきちんと勉強しないと難しいところではあります。だからこそコンクールや受験で あのね一時でバッハを弾かせるところが多いのもうな,ずけるんですなぜならバッハを聴いただけでああ勉強してるなバッハを聴いただけであ全然勉強してないなっていうことがわかるからですだからこそあのバッハは音楽の父って言われるのも納得です。ですのでえっと今後ねもっともっとバッハについて取り上げていきたいと思いますがまずは今日は超 基本でした。えっと今日はこの辺だね、うん。私のインスタグラム、ブログ、ツイッターなどをぜひフォローしていただけたらと思います。皆さんのプラスになることをできる限り見つけて発信していけたらと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。 動画をご覧くださりありがとうございます。もし少しでも役に立った、また見たいなと思ってくださる方は、グッドボタンをお願いします。チャンネル登録も大変嬉しいです。コメント欄にはご質問や感想などを受け付けています。ぜひお気軽に書き込んでください。お待ちしています。それでは、森本舞でした。